コージーと瞳のダブルマイスターが語る世界遺産10分ラジオ、ハーツ品川スタジオからお送りします。はい、今日はですね、イギリスの自然遺産ドーセット及び東デボン海岸です。2001年に登録されました。登録基準は8です。はい、登録基準8。はい、ということはですよ、はい、あれですよね、あれですね、8といえば、はい、もう地球の歴史のやばいやつですね、はい、やばいやつですねはい、化石やいろんな地層などが認められてる遺産だということなんですけど、はい、ここはですね、何かというと、ジュラシックコーストと呼ばれている場所です。ジュラシックコースト聞けましたか、はい、皆さんかっこいいですね、ジュラシックコーストって ね。そしたらもうイメージできるじゃん。うん、確かにイメージしやすいですね、うん、はい、そう、ジュラシックコースト、恐竜とかね、いろんな昔の古代生物が、はい、の化石が見つかってる場所なんですけど、うんうん、はい、これイギリスの南部のドーセット州にあります、はい、うん、ドーセットと東デボン海岸というとこなんですけど、三畳紀からジュラ紀、白亜紀まで約1億8500万年にわたって続いた中生代の地層に多様な化石が残る場所でございます。1億8500万年はい、ちょっとこれ長い標本的な音、うん、すごいですね。地球史というそう、いろんなものがありまして、ここにあたる中生代には当たるわけですね。中生代という時代の恐竜があるという、はい、そう、恐竜がいた時代、はい、白亜紀、ジュラ紀とかってあるんですけど、あ、そうか、これあれか、白亜紀もジュラ紀も三畳紀もうこれ全部中世代、あ、そうですそうです、ここに入っております。あ、そうですよね。もうね、たくさん世界遺産あるんですけどね、まあ、そこに入ってますで、はい、155キロに及ぶ登録範囲がありまして、そこにはもう手つかずの自然が残る海岸とか、もういろんなものを含む8つのエリアに分かれております。で、この海岸なんですけど、西に行くほど古い時代に形成された岩石でできてる。え？で、東に行くにつれて徐々に新しい岩石が見られると。すげえ。じゃあ、はい、見学するときもなんか西から行くとだんだん新しくなっていくみたいな。いいですね。まあ西から行こうみたいな感じですけど、うん。そうですね。西から行きたいですね。はい。で、最も東のオールドハリーロックスっていうとこがあるんですけど、はい、その辺が一番新しいそうで、うんうんうん、まあ新しいの見たかったそこでオールドハリーロックスって教科書には書いてないんで覚えなくていいけど、はいはい、まあそういうところがあります。うん、で、この地層ができた時代は恐竜が生きてた時代ですね、はい、にあたりまして、海岸の岩場にもアンモナイトの化石がびっしりと詰まってるそうです。びっしりと、はい、びっしりと、本当ですか？うん。びっしりとある。なんか、いや、そこ結構重要なんですよ。やっぱりさ、遺産とかさ、世界遺産でですよ、うん、行ったら、確かにあると、うん。確かにあるんだけれども、うん、だいぶ少ないとか。あるあるある。だいぶちっちゃいみたいな。結構壊れてるみたいな。もう、がっかりみたいな部分あるじゃないですか。がっかり遺産はありますね。がっかり遺産ありますよね。うん、なので、重要なんですよ、うん。はい。びっしりとあります。びっしりとある。これはいいですね。アンモナイト。びっしりあるんですね。うん、好きな人は行ってほしいんですけど、まあね、この一帯にいくつもその特徴的な目立つ地形が存在します。はい、例えばですけど、ダードルドアの天然鏡。これはテキストに載ってる。これ載ってんの？そう、海岸に、こう、なんか丸くこう、なんていうの、穴が開いたような、岩あるじゃないですか、よくある。はいはい、はい、どこだっけ、小笠原とかにも見られるし、こうなんかよく海岸に穴が開いた海岸、岩っていっぱいあると思うんですけど、ああいうやつ、あれとか、はい、あとラスウォースコーブっていう、コーブだから入り江ね、なんか、うん、ちょっとこう靴輪みたいになった、靴輪ってんだっけ、馬蹄状の、入り江があったりとか、はいはいはい、あと終局によってできた地形で、これはなんかこう、なんて言うんだろうな。あれ、なんて言うんだっけ、蛇状の岩みたいなやつ。蛇状の岩蛇みたいな岩が、蛇紋岩みたいな感じのやつがあったりとか、はい、あと、ポートランド島って半島があるんですけど、はい、そこは、チェシルビーチっていう、はい、ビーチがある。はい、ビーチなんですけど、はい、そこはトンボロっていうなんか水に運ばれて砂が盛られてできた砂州みたいなのがとか、あと暴風海岸っていうなんか海岸でもあそこ九十九里みたいな長い海岸があるじゃないですか、ああいうのはこう暴風で運ばれてきたで削られたりとか運ばれてきてできた長い海岸を言うらしいんですけど、それの典型例として知られるそうです。なんで、まあなんかいろんなそういうこう特徴的な目立つ地形とか、岩とかいろんなものがあるとこでもあるみたいなんですね。いろいろありますね。そう。で、この多様な地質学的に特筆する場所っていうのが見られることから、この場所は国際的な地質調査の対象となっているホットスポットです。なるほど。今でも結構そういう地質調査で、調査の方々が来るわけですね。そうなの。それが、実はね、はい、最近じゃない、2017年11月に、はい、人間を含む全ての哺乳類の最も古い祖先の化石、トガリネズミに似た絶滅した生物の歯が見つかってまして。ここで？そう。最近ね、2017年。で、それが1億4500万年前ぐらいのものなんじゃないかっていうことで、はい、今また調査をされております。で、なんか2種類見つかってて、はい、ドゥルルストテリウムニューマニっていうのと、ドゥルルストドンエンソミっていう。ちょっと覚えられないなぁ。ニューマンさんと、はい、エンソムさんかな、なんか名前にちなんでるらしいね。化石を発見した。化石を発見した人の名前にちなんでる名前になってまして、まあ、これはネズミみたいなやつの歯の化石だったらしいんですよね。だからそれぐらいもうまだずっとホットスポットなんですよ。だからもう本当現在進行形で真実が分かったりするわけですもんね。そう。で、ここは、まあ、テキストにも書いてますけど、古生物学者のメアリー・ヤニングさんの活動拠点だった場所です。知ってますね、みんなね。もちろんですよね。そう。彼女は、799年から1847年まで、いらっしゃった方なんですけど、1800年代に化石採集ブームっていうのが起きて、はい。で、その時に活躍してた方なんですけど、はい、彼女は何をしたかというと、ライムジリーゼスっていうところがあるんですね。この中に、ドーセットの中に。で、この周辺の海岸線で化石を調査してました。で、イクチオサウルス。知ってます。そう、ほら。出てますよね。はい、魚竜です。魚竜で、イルカみたいな形をしてた、昔の古代生物なんですけど、そのイクチオサウルスの化石を発見しました。で、なんだっけ。イクチオサウルスは、魚竜って言われてるんですけど、爬虫類なんですよね。で、そのイクチオサウルスの完全な骨格を初めて発見したのが、このメアリー・アニングさんで、ね、そう、彼女ね、女の人なんですけど、はい、すごいやり手な方なんです。やり手な方。すごいですね。そう。で、イクチオサウルスはサウルスってつくんですけど、恐竜じゃないと。で、はい、2メーターの体長を持つんですけど、巨大生物で、イルカみたいな形だけど、恐竜じゃない。恐竜なんて言ったんだろう。恐竜じゃないんですよね。恐竜じゃない。はい。で、爬虫類が海に入って、魚類に似た体型に進化したっていう、そういう生物の、なんか、だったんじゃないかっていうふうに考えられてまして、はい。で、彼女は、プレシオサウルスっていう、またこれも海に住んでた爬虫類なんですけど、はい、これも発見してます。で、だから、そう。そんな発見できるみたいですね。やり手ですね。めっちゃやり手。で、そのイクチオサウルスとか、プレシオサウルスをはじめ、アンモナイトもさっきたくさんあるって言ったけど、アンモナイトとか植物とか魚類、水陸両生の爬虫類、哺乳類に至るまで多様な生物の化石が発見されている。いや、めっちゃあるな。すごいっすね、はい、本当に。なんで、ここはもうずっと300年以上、古生物学とか、古気候学、古い気候学の貴重な研究資料となってまして、ホットスポットです。ということです。すごいですね。なるほどね。これ難しい。まあ化石で言うと最近エジプトでも4本足のクジラの化石が今年見つかったりとかして。